ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、この前有吉弘行さんのあだ名集を見ていたんだけど、島田紳助さんにすごく怖いしゃもじってつけてたんだよね。おお、的を得ているあだ名だと思うぜ。島田紳助さんが芸能界を引退して10年以上経つけど、そんなに怖い人だったの？そうだな。島田紳助さんには数多くのブチギレエピソードが存在し、共演者、スタッフみんなが紳助さんのことを恐れていたとも言われているぜ。それだけ絶大な力を持っていたということね。どんなブチギレエピソードがあるの？よし、じゃあ今回は島田紳助さんのブチギレエピソード4000を紹介するぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず最初に紹介するのは、東京03にブチギレ騒動だ。東京03は今や日本で一番面白いコントトリオとして活躍中だけど、過去には島田紳助さんと一悶着があったの？ああ、この騒動が起きたのは2009年秋に放送された、日本の大型クイズバラエティ番組、オールスター感謝祭だ。オールスター感謝祭は今でも放送されている長寿番組だよね。紳助さんは1991年から芸能界を引退する2011年まで司会を担当していたんだぜ。そんなに長期にわたって司会を務めていたなんて、やっぱり紳助さんは司会者として超一流だったんだね。だが紳助さんは生放送中にもかかわらず、東京03へブチギレてしまったんだ。一体何が起きたというの？それはサーカス団、シルク・ドゥ・ソレイユがパフォーマンスをしていた最中に起きた。紳助さんが階段を駆け上り、東京03の席へ向かい、激しく叱責しているように見えるシーンがカメラに映ったんだ。確かに何か話しているようではあるけど、本当に怒っているのかな？だって仮にも本番中なんだよ。そのシーンは一瞬だけしか映し出されなかったから、詳細なやりとりは不明だ。だが、東京03はその後、うなだれたままで番組に参加しなかったんだ。やっぱり何かあったのは間違いないようね。その姿を発見した視聴者からは、感謝祭で何か事件が起きたのではないかという憶測が出て、ちょっとした騒ぎになっていたんだ。そして同じく出演していたオール巨人さんのブログによって、トラブルがあったことが明らかになったんだぜ。ブログになんて書いたの？オール巨人さんが書いたブログは次のような内容だ。何か少しカチンときたのでしょうね。でも大丈夫ですよ。少し怒った後に打ち上げも一緒に行って最後は握手をしてハッピーエンド。朝、メールで堪忍してやってと、打ったら、少し怒って堪忍したって、あんたの優しさに感謝ってきました。よかったよかった、などと書かれていたぜ。紳助さんが怒ったことを普通に暴露しちゃってるじゃん。ああ、これによりこの一件はネットや週刊誌などで大きく話題となったんだ。当時の東京03はキングオブコントで優勝したばかりで、優勝とこの事件の相乗効果で一気に名前が知れ渡ることになるぜ。あまり嬉しくない広まり方だろうね。ところで気になるのが、そもそもなんで紳助さんは東京03にブチギレたの？その原因は、東京03が本番前に紳助さんの元へ挨拶に行かなかったことだと言われているぜ。芸能界は挨拶に厳しいというよね。その中でも特に紳助さんは礼儀や挨拶にとても厳しかったんだ。東京03も挨拶しておいた方が無難だったかもね。だが東京03が挨拶に行かなかったことには理由があるんだぜ。100人もの出演者がいるオールスター感謝祭では、本番前に紳助さんの楽屋前に挨拶待ちと思われる大行列ができていたんだ。それを見た東京03は、こんなに大人数の中で自分たちが挨拶に行くと、かえって失礼なのではないか、と思い自重した、というぜ。なるほどねー、お互い誤解があったんだね。ただそうは言っても本番中に切れるのは良くないよね。そうだな。しかもこの事件、表向きは胸ぐらを掴んだだけということになっているが、実は、痛いことをしたとも言われてるんだ。それって警察にお世話になるやつだよね。ただこの件は東京03が否定しているがな。仮にされてもされたとは言えないよね。けど東京03はその後干されることもなく、芸人活動を続けてこれてよかったね。そうだな。東京03はこの事件の直後に、トンネルズの皆さんのおかげで下に出演したが、石橋貴明さんに挨拶しろといじられているぜ。石橋さんなりの優しさなんだろうね。また、2018年に放送されたオールスター高野祭では、司会の有吉さんがこの事件をパロディして、キングオブコント2018でチャンピオンになった花子に対して詰め寄る様子が放送されたぜ。長年にわたりネタにされ続けているんだ。
この事件は東京03にとって、一生付きまとっていくネタなんだろうね。続いて紹介するのは、出川哲朗さんへのブチギレエピソードだ。出川さんはマリエさんの新助さんからの枕営業無理強い告発で、マリエさんに枕営業をするよう説得したと暴露されていたよね。新助さんの射程みたいなイメージだけど、なんでキレられたの？そのエピソードについては99の岡村隆さんが、2021年8月21日放送の、99のオールナイト日本で披露しているぜ。岡村さんは島田紳助さんが優しかったとした上で、俺ら怒られてないけど、出川さんがブチギレされてるから、簡単なクイズ答えられへんかって、もうええねんって、と話しているぜ。クイズに回答できないくらいでキレられたの？ああ、その企画はクイズに正解できなければ罰ゲームを受けるというもので、紳助さんはアイドルに罰ゲームを受けさせたかったんだ。アイドルに罰ゲームを受けさせた方が面白いと思ったんだろうね。だが、出川さんが不正解を連発してしまい、もうええねんと紳助さんは激高だ。出川さんは答えのジャングルジムの映像は浮かんでいたものの、恐怖で単語が出てこなくなり沈黙してしまうんだ。すると紳助さんから、はよ答えろやお前、ええ加減にせえ、と凄まじい剣幕でキレられ続けたんだ。すごいプレッシャーだったんだろうね。それは同情するわ。こういう話を聞くと、紳助さんは出川さんにとって怖い存在だったんだろうね。マリエさんへの枕営業無理強い問題も、出川さんの立場を考えると、逆らえなかったのも仕方がないことだったかもしれないね。そうだな。だから実際に枕営業無理強い問題では、立場が弱かった出川さんを擁護する意見が多く上がっていたんだぜ。それは良かったわ。仮に枕営業無理強い問題が本当だったとしても、一番悪いと言える紳助さんはもう引退しているし、一番の被害者は出川さんだったかもね。続いて紹介するのは、女性マネージャーにブチギレ事件だ。紳助さんは女性相手にもブチギレるんだね。この事件は警察沙汰にもなり、島田紳助さんは謹慎処分となったんだぜ。そんな大事になったのね。一体どんな事件だったの？事件が起きたのは2004年10月25日、関西ローカルの番組、クイズ紳助くんの収録の前に現場に居合わせた、同じ吉本興業に所属する勝山幸子さんの女性マネージャーに対してブチギレ、別室に連れ込んでボコボコにしたんだ。ボコボコって、具体的にはどんなことをしたの？女性の頭を拳でガンガンと4、5発以上思い切りどつき、髪の毛を引っ張り壁に叩きつけた。さらに怒声を発しながら女性の顔に唾を吐き、それでも怒りが収まらずリュックサックを振り回し、痛みを与えたんだ。やりすぎじゃない？なんでここまでするほどブチギレてるの？その女性マネージャーが紳助さんの尊敬する先輩や社長を呼び捨てにしたことに腹が立って、つい手が出たらしいな。ついのレベルじゃないよね。これはもう犯罪の域じゃん。女性が部屋を飛び出した後紳助さんは、こいつおかしいねん、殴ってもないのに大声出しやがって、と周囲に説明し、女性が、あなたに殴られて左耳が聞こえないんですよ、一生聞こえなかったらどうしてくれるんですか、と反論すると、な、こんな口答えする女やから、殴られても当たり前やろ、と彼女が悪いという雰囲気を作り出し、ごまかそうとしたらしいぜ。周囲も紳助さんには口答えできないんだろうね。すぐさま女性マネージャーは警察に被害届を提出し、島田紳助さんは10月28日付で傷害事件として正式告訴されるぜ。これを受けて紳助さんはすぐさま記者会見を開いて女性の訴えを認め、テレビカメラの前で、10対0で僕が悪いです。被害者が芸能界を辞めろと言うならすぐに辞めます。と言って泣きじゃくり、反省している様子を見せたぜ。犯行時とは態度が180度変わっているね。その後、紳助さんは傷害罪で略式起訴され、罰金30万円を払い、約2ヶ月間芸能活動を自粛したぜ。2ヶ月で済んだんだ。今の時代だったらもう戻ってこれないよね。だけどその後も紳助さんは芸能界で活躍していたことを考えると、やっぱり腕は相当あったんだろうね。最後に紹介するのは、お笑いコンビオリエンタルラジオ、中田敦彦さんへのブチギレ騒動だ。現在は YouTuber として活躍中だね。中田さんは2022年7月20日に配信されたテレビ東京系人気バラエティ、ゴッドタンなどを手掛ける名物プロデューサー、佐久間信之さんの YouTube チャンネル、佐久間信之のノブロック TV に出演した際、紳助さんから激怒された事件を明かしたぜ。なんでブチギレられたのかしら？2010年頃、紳助さんが司会を務める行列のできる法律相談所に出演した際、
中田さんは事前にスタッフと打ち合わせをし、本番でコンビ仲のいいエピソードを話す予定だった。しかし本番の流れの中で新助さんは、コンビ仲ってよかったらええってもんちゃうよな？と路線を切り替えたんだ。全部が全部打ち合わせ通りってわけじゃないのね。そっちの方が面白くなると思って新助さんも舵を取る方向を変えたのかもね。だが台本から外れたことに中田さんは頭が真っ白になってしまい、でもね、新助さんね、違うんですよ、となんとか路線を自分の方に戻そうとしたんだ。せっかく温めていたネタがあるんだもんね。だがこの言葉のラリーを3回繰り返すも、ついに新助さんが鬼の形相で中田さんの顔面まで迫り、なんやねんお前、こらー、とブチ切れたんだ。お互いペースの取り合いで衝突した感じだね。収録が終わり、中田さんはすぐに新助さんの楽屋に向かったが、新助さんはもうええわと取り合ってくれなかった。その後、帰る新助さんを追いかけて自宅まで行ったが、顔を合わせてくれなかったようだな。相当おかん無理だね。その後は会話できたの？数日後、ようやく謝罪ができたらしいな。その際に新助さんから、お前な、なんか用意したもの出そうとしたやろ？用意したものを出してもしゃあない。その瞬間でこれやっていうものを返してこい。用意したもの出したら冷めるやろ、とアドバイスをもらったというぜ。なるほど、その場その場でのひらめきが大事なんだね。だけどなかなかそうそうアドリブで面白いことが言えないのも事実だろうから、芸人さんも大変だよね。だが新助さんは中田さんにブチ切れてシーンと沈黙が続いたスタジオ。次のトークテーマで自らの話術で爆笑をかっさらい、スタジオの雰囲気を戻したというぜ。そこら辺はさすがとしか言いようがないわね。中田さんは最後に、あの沈黙から笑いを取った新助さんみたいに今でもなりたい、と憧れを口にしたぜ。怖いかもしれないけど、芸人としての実力は誰もが認めていたんだろうね。ちなみに中田さんの相方の藤森慎吾さんはその後も新助さんに可愛がられていたようだが、中田さんとは引退まで共演することがなかったらしいぜ。中田さんにとっては笑い話になってるけど、新助さんの方は根に持っているのかもしれないね。以上、島田新助さんのブチギレエピソード4000を紹介したぜ。予想以上に恐ろしい人だったわ。こんなに怖くてよく天下を取れたわね。それだけトークのスキルは一級品だったんだぜ。それに新助さんのおかげで芸能界で売れた人だって大勢いるんだぜ。常にトップで戦い続けるプレッシャーやストレスもすごかったのかな？それもあったと思うぜ。芸能界を引退した今は、非常に穏やかな気持ちで日々を過ごしているようだぜ。芸能界に復帰する気持ちは一切ないようだな。視聴者としては新助さんのトークをまた見てみたいけどね。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。